日本の国鳥はキジ、アメリカは白頭ワシなど、世界中で多くの国が国鳥を定めていますが、実は中国ではある理由で国鳥は未だに決まっていないのです。その理由とは一体何なんでしょうか。さあ、それでは参りましょう。林先生、お答えください。日本が深く関係していたんです。2004年に中国で国鳥を決めようという動きがあって、人気投票を行った結果、1位にタンチョウで2位にトキが選ばれたんですね。ただ1位のタンチョウは学名がラテン語でグルースヤポネンシス、これつまり日本の鶴という意味で、でトキも実はニッポニア日本、つまり日本という国名が入っていたんですね。それで結局却下されてしまいました。いい問題なんか納得する。なるほどね。